さあ、西の大将が出てまいりましたマリオマルオ今回の西軍の大将ですマリオマルをまずパススルグライダーを抜けていきますそしてこのバランスとってダスブリッチ攻略していく今回は西の大将での登場ですマリオマルオ現在西軍2人クリアで東が3人クリア 西軍が、えー、クリア者では少なくなっているさあ、この後も東軍マリオをここ攻略していく一気に飛びましたこの後出てくる青色も東軍なのでここは西軍最後の1人としてなんとか持ちこたえたいというところですがここは大丈夫か大丈夫か大丈夫です抜けていきましたヘッジホックそしてジャンプ1番そしてそのままゆすっとに横に移動して 抜けていきました残り60秒以上残しているかなりの時間を残しておおここはもう力強いどんな高さであろうが関係ない攻略となりましたそしておおここも非常にスムーズ残り45秒以上残しているとんでもない安定感そして速さを披露しておりますマリオ・マルオここは慎重に着地まで持っていきますそしてハートシンカー残り33秒余裕です 余裕が違うマリオ・マルオが最速をさらに更新20秒残したオリダヨ・イヤダレに9秒を更新して29.3秒129ポイントを獲得しましたこれが西の大将次元の違いを見せましたクレイジー・ボールここはもう高さを感じ ほぼとんど関係ない素晴らしいクレジーボールそしてハートシンカここはもうスムーズすぎますい全て一発で決めきってそのままゴールボタンを押して129ポイント減収しましたさあ東軍残りだよ嫌だれが スタート進出そして西軍はもうこのマリオマルをただ一人となりましたさあマリオマルロがおそらくこのセカンドステージリタイアした瞬間西東軍がもうほとんど優勝を確定させてしまうという状況そのためにもうマリオマルは落ち,落ちたくもう落ちれられません東西軍の運命を背負ってもう早い マリオ・マルオが登場してまいりました。西の大将。大将が最後はさあ、ここも早い。最後の大将。西の最後の生き残り。スイング、ラダー、しっかり攻略。さあ、残り20秒以上残している。大将、ここは、まだ持ちこたえる。18.8秒。西軍はまだ終わりません。この男がいるかり、西軍、まだ続きます。 マリオ・マルを18秒残して、セカンドのステージクリアとなりました。これで98ポイントを厳守しました、マリオ・マル・オリモト。あっという間のセカンドステージでした。このバナーグライダーを揃えて、そしてパスルゴ、えー、ール攻略してクリアとなりました。 さあ、西軍の命運はこの男に託されております。ゼッケン49番西軍唯一の生き残りです。マリオ・マルオさあ,あもう西軍はこの男しかいませんさあスタート。 先ほどのオレダー・ウィアダレは第4エリア、そしてこのあとにも青色が待ち受けているため、マリオ・マルオはできるだけ先に進んでいかなければいけません。現在も東軍が勝っている状況、西軍が負けている状況。マリオ・マルオに運命が託されています。まずは第1エリア、そして第2エリアです。 しっかりとまずはインターバルで休憩を挟んで出てまいりましたボディプロップここは非常に速い腕力もしっかり残して。 クリアしていきました。さあ、サイクリングロード。バリオマルオにとっては初挑戦です。サイクリングロード。さあ、しっかりとインターバル時間利用して 飛びついていてく1個目から2個目3個目4個目さあ最後の着地をこなしていきましたさあやってまいりましたクレイジークリファンがここを攻略するかしないかでは非常に命運が分かれます。 西軍のマリオマルを西軍唯一の生き残りさあ飛び乗ったまず上がりくらりをさあちょっと時間をかけてくらりさあ飛び移り反対側の世界に飛び移れるか ボタンを押して確認するバリオマルをさあちょっと体勢をかがませる出て行ったバリオマルはっとーギリギリ届かずあと少し届きませんでした まず上がりはスムーズそして下りは若干時間をかけてというマリオ・マルオの挑戦でしたさあそして飛び移り命運を分ける飛び移りでしたが。 ボタンを押して確認するしかしながらあとわずかに何が足りなかったのか手はかかっているように見えた落ちてしまいました。